ビッグスターはアメリカ合衆国のロックバンドである。アレックス・チルトン、クリス・ベル、ジョギ・スティーブンス、アンディ・ハメルの4人が1971年にメンフィスで結成したこのグループは1975年初頭に解散。18年後に新たな顔ぶれで再編成された。第一期におけるビッグスターの音楽スタイルはビートルズ、ローリングストーンズ、バーズを活用したものだった。 このバンドが1980年代と1990年代のオルタナティブロックを予兆させるスタイルを生み出した。ローリングストーン氏の記事でビッグスターは後世にインスパイアを与えてやまない独創性あふれる作品群を解散前に作り上げた米国の典型的なパワーポップバンドとしてロックンロールのすべてにおいて最も神秘的かつ影響力のある カルト人気を博したバンドの一つとされている。1972年のファーストアルバム1レコードは熱狂的な書評で迎えられるもスタックスレコードのマーケティング活動は振るわず限定的な流通で商業的成功には至らなかった。その不満がバンド内不和をもたらし、ベールはアルバム売り上げが停滞するとすぐに離脱、ハメルは2枚目のアルバムラジオシティが完成すると 大学教育修行のために離脱した。一作目と同様に、ラジオシティも素晴らしいとの書評を受けたが、スタックスの反権局管理を引き受けていた、コロンビアレコードのレーベル問題が再び売り上げを妨げた。1974年に録音された3枚目のアルバムが商業的に採算が取れないとみなされて、お蔵入りになった後、1974年末に、 このバンドは解散した。その4年後、ビッグスターの全2作が英国でダブルアルバムとして一遍に販売された。そのしばらく後に3枚目のアルバム、サード、シスター・ラバーズがようやくリリースされたが、商業的には限定的な成功に止まり、以後はカルト人気の古典バンドになった。活動休止期間の1980年代に REM や リプレイスメンツほか人気の高いバンドが影響力としてこのグループに言及したことでビッグスターの楽曲作品に新たな注目が集まった。1992年、ライコディスクからのアルバム再販やベルのソロ作品によって関心はさらに高まることとなった。1993年、チルトンとスティーブンスはジョン・オーガとケン・ストリング・フェローを新規採用して ビッグスターを再編成した。このバンドはヨーロッパと日本でツアー公演するなど活動を続け、2005年には新たなアルバムインスペースをリリースした。2014年にビッグスターはメンフィスの音楽殿堂入りを果たした。2010年12月以降は存命するメンバーがビッグスターズサードの名義でアルバムサードシスターラバーズのトリビュートライブに出演しており、 2017年現在も活動を継続中である。1967年から1970年にかけてチルトンはブルーアイドソウルのグループボックストップスのリード歌手で16歳の時に楽曲あの娘のレターで1位を獲得した。グループ離脱後、彼はソロアルバムを制作録音した。彼はブラッドスウェットティアーズのリードボーカル役を 打診されたが、商業的すぎるとして、その提案を断った。チルトンはしばらく前からクリスベルと知り合いで、二人ともメンフィスに住んでおり、それぞれがアーデントスタジオでの音楽収録に時間を費やしており、それぞれ13歳の時にビートルズ全米進出ツアーでビートルズの音楽に感銘を受けた。チルトンが初めてビートルズの演奏を目撃してから約6年後に、 書いた楽曲、サーティーンでは、このイベントのことを歌詞で、ロックン、ロール・イズ・ヒア・ツース・テイ、と言及した。チルトンは、自分と一緒に、サイモンガーファンクルを模したデュオとして、活動しないかとベルを誘った。ベルは断ったが、アイス・ウォーターという自分のバンド演奏に、チルトンを招待した。アイス・ウォーターの音楽に魅了され、チルトンが、新曲、 ウォッチザ・サンライズなど3曲を披露するとバンドへの参加を打診された。後に13、ウォッチザ・サンライズはいずれもビッグスターの初アルバム1レコードに収録された。収録セッション中に幾度も訪れていた食料品店からこの4人編成バンドはビッグスターという名前を採用した。これは当時メンフィス地域に多数あったスーパーマーケットの一つで ビッグスターの文字を五芒星で囲っているロゴがあった。天名のみならず、同バンドはそのロゴも使っていたが、著作権問題を避けるためスターの単語を外していた。ファーストアルバムではメンバー4人全員が作詞とボーカルに携わったが、チルトンとベールが意図的にジョン・レノンとポール・マッカートニーを模したデュオとしてリード役になった。このアルバムは、 アーデントレコード創設者のジョン・フライによって録音され、テリー・マニングが時折バックボーカルとキーボードを務めた。1レコードという題名は収録セッションの終盤に決定されたものでビッグスターよって達成されるだろうチャート位置の真剣な期待というよりも冗談交じりの希望を表すものだった。名義がエグゼクティブプロデューサーだったフライはバンドのこだわりとして 彼ら自身が実際にこれらのレコードを制作したと公に主張した。フライはアーデントがバンドのメンバーたちと実験的な作業をしたことについて、私たちはもしこの手法が OK と判明したら、それを世に出すという意図で曲の録音を開始しました。中略私が主にそれに取り組む人物となっていきました。私が全てのトラックを録音して、 その後彼らが夜遅くに来てオーバーダビングをすることがしばしばありました。彼ら全員が一つ一つエンジニアリングをたっぷりと学びましたと回想している。ローリングストーン氏のバド・スコッパは一レコードに存在する音楽スタイルの混在を説明し、このアルバムには反射的でアコースティックな楽曲が含まれており、最も可愛らしい曲でさえも緊張感と 微妙なエネルギーがあると指摘した。それぞれの戦法におけるギター音は鋭いエッジが効いており豊かな響きであることをスコッパは見出した。一レコードは1972年6月にリリースされすぐに力強い書評を受けた。ビルボード氏はすべてのカットがシングルになりうるとまで言った。ローリングストーン氏はこのアルバムをことのほか素晴らしいと判定し、キャッシュボックス氏は 適切な流通をもって首位になるべき重要なレコードと称した。コリン・ラーキンのオールタイムトップ1000アルバム第3弾で188位に選ばれた。しかしながら適切な流通は行われなかった。スタックスレコードは何らかの成果を伴うレコードの宣伝や反をすることができず、バンド自身の努力で曲が放送されて関心を生み出した時でさえ、 スタックスはそれを多くの店に置かせてもらえず、ファンはレコードを購入できなかった。スタックスは、半券楽曲の販売網を改善するための取り組みとして、すでに、米国で成功している販売代理店のコロンビアレコードと契約を結び、スタックスの半券楽曲全部をコロンビアに一任した。しかし、コロンビアは以前スタックスが利用していた、独立系の販売代理業者との取引に関心が、 なく、既存の1レコードすらも店舗から撤去されてしまった。1レコードの販売が振るわないという不満がバンド内不和の一因となった。メンバー間で実際の揉め事が起こり、ベルは1972年11月にこのバンドを辞めた。2枚目のアルバムに向けた楽曲制作が続行されるとベルは一旦戻ってきたが、 新曲のマスターテープがなぜか紛失するなど不穏な事態が起こり、結局ベルは再びバンドを辞め、年末までに4人組のビッグスターは解散となった。数ヶ月後、チルトン、スティーブンス、ハメルはビッグスターの再編成を決定し、この3人がセカンドアルバムの制作を再開した。タイトルのラジオシティについて、ハメルは次のように語っている。これは、 おそらくかなりダサいけど、その当時都市という名詞の前に単語を置いて強調するのが、ちょうど地股で流行っている言い方でした。誰かが店に行こうと提案して、自分が昔そこで買い物して損したような場合に、いいやダメだよ、その場所は、ぼったくり都市だよと言ったりしたんだ。ラジオシティと名付けたのは、ある種の希望的憶測です。というか、私たちは、この収録曲が、 ラジオでたくさん流れて、そのことをラジオ都市となってくれるのを望んでいました。もちろんそうはならなかったのですが、スティーブンスは自分にとってラジオシティは素晴らしいレコードでした。スリーピースであることはドラム演奏する私にとって本当に物事が明けました。スリーピースのバンドではドラムが異なる役割を果たすので、それが実に楽しかった。中略。 ラジオシティは本当に自発的なもので演奏は生演奏にかなり近いものでしたと回想している。名義記載されていないがベルはオーマイソウル、バックオブ、エーカーなどアルバム楽曲のいくつかの作詞に携わっていた。このアルバムがリリースされる少し前にハメルはもう先が続かないと判断してこのバンドを辞め、大学最後の年は 弁学に専念する普通の学生生活を送ることを選択した。彼に代わって、ジョン・ライトマンが同バンド解散までの短い期間在籍していた。ラジオシティは1974年2月にリリースされ、一作目と同様に素晴らしいとの書評を受けた。ローリングストーン氏をはじめ、ビルボード氏ホノグラフレコード氏キャッシュボックス氏などが賛辞を送った。しかし、 一レコードが貧弱なマーケティングの犠牲になったように、ラジオシティも同じ道をたどった。コロンビアは当時スタックスの半件楽曲を完全に管理しており、意見の相違が起こるとそれを扱うのを拒んだ。販売代理業者なしとなった、ラジオシティの売り上げは、一作目よりはだいぶ大きかったものの、わずか2万枚程度だった。 ラジオシティリリースから8ヶ月後の1974年9月、チルトンとスティーブンスは3枚目のアルバムに取り組むべく、アーデントスタジオに戻った。彼らはプロデューサーのジムリ・キンソン他様々な人たちの支援を受け、1975年初頭に収録セッションとミキシングが完了すると、無地のレーベルでアルバム250枚が宣伝用にプレスされた。 フライト・ディッキンソンが宣伝用コピーを持ってニューヨークに飛び多数のレコード会社と打ち合わせをしたが誰もこのアルバムに関心を持ってくれなかった。同じくカリフォルニアでも宣伝活動が失敗したことでこのアルバムはリリースしても商業的にダメだとみなされてお蔵入りとなった。1974年後半アルバムの題名さえ付けられずにバンドは解散し ビッグスター第一期が終わりを迎えた。ベルは1972年にバンドを辞めて以降、ソロ活動を展開するためいくつかの国で歳月を過ごした。1978年にメンフィスに戻った後、イギリスで初となるビッグスターのアルバムが2冊同時にリリースされ、ファンからの熱狂的な批評と関心を集めた。その後すぐにビッグスターの認知度が高まり、 完売の4年後にサードアルバムが米国と英国の両方でリリースされた。これまで無題だったサード・シスター・ラバーズはいくつかの非公式な名称で知られていた。サード・シスター・ラバーズのリリース後間もなく、ベルは自動車事故で死亡した。カーブの縁石にぶつかって街灯の柱に激突したもので、事故原因はベルの居眠り運転、または不注意だったと考えられている。 1993年、チルトンとスティーブンスの二人に、ジョン・オーアとケン・ストリングフェローが加わって、ビッグスターは新たな顔ぶれで復活した。オーアとストリングフェローは1986年に二人で、立ち上げたザ・ポージーズのメンバーでもあり続けた。ハメルは参加しないことを選択した。第一期の素材が、ビッグスターの演目を占められており、たまに2005年のアルバム、 インスペースからの追加楽曲もあった。ストリングフェローは私たちはこのセットリストを作成してこの小さなカフェに行きました。今後10年間このセットを演奏するようになるとは全く知らなかったと1990年代を振り返った。復活したバンドは1993年にミズーリ大学の春の音楽祭でデビューを果たした。この演奏の録音はコロンビア。 ライブアットミズーリユニバーシティとして、ズーリコードより CD 販売された。コンサートを終えると、彼らにはヨーロッパや日本へのツアー公演のほか、ザ・トゥナイトショーへの出演などもあった。英国ハイドパークでビッグスターの楽曲を歌うアレックス・チルトン・ビッグスター再編成後初となるスタジオ収録は、ホットシングという楽曲で、1990年代半ばに、 ビッグスターのトリビュートアルバム、ビッグスター、スモールワールド用に録音された。しかし、以前のリリースと同様、このトリビュートアルバムはレコード会社の不況もあって、数年遅れた。本来は1998年に予定されていたが、最終的には2006年にコヘホレコーズでリリースされた。2005年9月27日にインスペースがライコディスクでリリースされた。 2004年に録音されたこのアルバムは主にチルトン、スティーブンス、オア、ストリングフェローによって共同作詞された新しい素材で構成されていた。インスペースの書評でローリングストーン氏はこのリリースが誰も見ていない時にパワーポップの完璧さを達成したバンドからのアメリカ版ビートルズが再び理想となることを期待させる世界だと最初に指摘した。このか。 インスペースは1レコードではないが最も輝いておりあらゆる面でビッグスターだと結んだこのバンドは2007年10月20日にサンフランシスコのコンサート会場に登場した2008年には英国ベッドフォードシャーで8月29日から31日まで開催された野外音楽祭でビッグスターが演奏した2009年6月16日一レコード ラジオシティのダブルアルバムがリマスター形式で再販された。同月、電気作家ロブ・ジョバノビッチの著書、ビッグスター、ザ・ストーリー・オブ・ロック、S ・フォー・モットン・バンドに基づいたビッグスターの歴史の映画が制作準備段階に入ったことが発表された。2009年7月1日、ビッグスターは英国ハイド・パークでコンサートを演奏した。2009年9月15日、 ライのレコードは1968年から1975年の間に作成された98楽曲収録の4枚 CD セットボックスを発売。その Keep on イ・ on the Sky にはビッグスター楽曲のライブバージョンとデモバージョン、ソロ活動、およびベルの昔のバンド素材が含まれていた。2009年11月18日、このバンドはブルックリンで演奏した。 2010年3月17日、チルトンは致命的な心臓発作を起こし、ニューオーリンズの病院で死亡が確認された。ビッグスターは同じ週に SXSW 音楽祭で演奏する予定だった。残されたメンバーは特別ゲストとして昔在籍していたアンディ・ハメルなどを迎え、チルトンに捧げるとしてコンサートを上演した。チルトンの死から4ヶ月後、 2010年7月19日にハメルがガンで死去した。チルトンとハメルの死去以降のバンド予定について尋ねられたスティーブンスは私たちみんなが本当に大好きで楽しんでいたのが音楽であり、それを一緒に演奏するのが大好きだったので私たちはそれを続けていける前向きな方法を模索していますとビルボード氏に語った。ローリングストーン氏のインタビューで スティーブンスは2010年5月のトリビュート演奏がビッグスターとしてのグループ最後の公演になると述べた。オーアやストリングフェローとの最後の公演ではなかったが、私はビッグスターとして自分たちが出ていくことを承諾できない。しかし、と言ってアレックスを失ったことを悪く捉えるのも良くないことだと思う。そのことはケンやジョンにとっても同じです。 彼らと演奏するなんて想像できない。とても楽しくはあるけれど、感情的な後ろめたさもあると語った。2010年12月、ビッグスターズサードの名義で、スティーブンスは、ミッチー・イースター、クリス・ステイミー、マイク・ミルズと弦楽器のチームを組み、アルバム、サード、シスター・ラバーズのトリビュートをチャペルヒルで生演奏した。 マッシュースウィートなどの演奏家も加わり、2011年3月26日にビッグスターズサードは同様のトリビュートコンサートをニューヨーク市で演奏、翌年5月28日にはロンドンのバービカンセンターでも行われた。このプロジェクトは2013年にシカゴとニューヨークで、2014年1月にオーストラリアのシドニーで、同年8月にはシアトルでのバンバーシュートなど、 一連の米国公演で継続された。2014年11月、オーアとストリングフェローがアセンズでの無料特典公演のため、このグループに再加入した。2017年時点で、ビッグスターズサードは公演を継続中である。2017年4月21日、コンコードレコードは、ビッグスターズサードのライブコンサートドキュメンタリーを2枚、組 DVD。 そして3枚組 CD のライブアルバムをリリースした。どちらも、サンキュー、フレンズ、ビッグスターズ、サードライブ、アンドモアの題名である。コンサートは2016年4月にグレンデールで行われた。2011年6月、アーデントレコードは、ライブトリビュート2アレックスチルテンという EP をリリースし、スティーブンスはアーデントのブログで2010年5月の トリビュート公演が、ビッグスターのバンドとしての最後の公演であると公言した。2012年のビッグスター、ナッシングキャンハートメというドキュメンタリーはグループの経歴とバンドメンバーのソロ活動を年代順に追ったものである。このドキュメンタリーは2013年に劇場公開及び DVD 販売され、イギリスでは2014年8月に劇場での限定再放映が行われた。 2014年11月、ライブインメンフィスが、ビッグスターの1994年10月29日の演奏の CD、レコード、DVD としてリリースされた。これは、すべてが、プロの手によって撮影された彼ら唯一の公演である。ベルは12から13歳の時にギターを始めたが、初めてビートルズのレコードを聴いたことが、日常的に楽器を演奏する動機になった。 彼はバンドを続ける中で、ギターやボーカル役をこなし、ビートルズ、ローリングストーンズ、キンクス、ゾンビーズ、アニマルズの楽曲を演奏した。チルトンが最初に音楽を意識したのは6歳で、兄が繰り返し、ザ・コースターズのレコードをかけていた時とされている。彼の父親はジャズが好きだったため、その後数年間にわたって、グレン・ミラー、レイ・チャールズ、デイブ・ブルーベックの音楽に浸ることになった。 13歳の時に初めてビートルズのレコードを聴き、チルトンの音楽に対する情熱が定着した。彼は1950年代のロックンロールについて、1959年までにエルビスはシロップになり、ジェリーリーはほぼ行き着いていて、ロカビリーが一段落したため、ビートルズがやってくるまで自分はロックシーンに巻き込まれませんでしたと回想している。英国ハイドパークで、ビッグ。 スターとして演奏するジョディス・ティーブン・スチルトンは13歳で、ビートルズの曲と共にエレキギターに取り掛かり、後年の発言で、自分は60年代半ばの英国のポップ音楽が本当に好きでした。中略2分半や3分の長さで本当に魅力的な曲だった。私はいつも同じ構成を目指していて、それが自分の好きなことでした。言うまでもなく、リズム ブルースやスタックスの子供ですと語った。チルトンはボックストップスの一員だった期間はギター演奏から離れていたが、その後改めて楽器を始めた。彼はロジャー・マックキンに出会い、エレクトリックギターとアコースティックのフォークソングに特に興味を持った。スティーブンスはオーティス・レディング、アイズ・レイ・ブラザーズ、ザ・フー、キンクス、そして特にビートルズの音楽に浸っていた。 ハメルも同じく初期の音楽時期はいくつものバンドメンバーで、ビートルズの他ブリティッシュインベージョンの影響を受けた。ベーシストながら個人趣味でアコースティックギターを演奏し、サイモンガーファンクルやジョニー・ミッチェルのスタイルにのっ,とってフィンガーピッキング技法を使ってフォークソングやブルーグラスを演奏した。最初のアルバム3作の楽曲の大半はベル、チルトン、または チルトンの名義だが、一部に、ハメル、スティーブンスその他の作詞や、共同作詞もある。オリジナル時代の7つだけのライブ演奏で、セカンドアルバムがリリースされる前に行われた最後の、ものは、メンバー4人が全員ボーカルに携わった。ビートルズや、その他、ブリティッシュインベージョンの音楽に触発された一方で、当時のジャングルポップや、パワーポップも認め、ビッグスターは暗くて、 虚無的なテーマも取り入れて、音楽的と叙情的なスタイルの印象的な混合を生み出した。第一期からの作品群は、結果的に1980年代や1990年代のオルタナティブロックの先駆けとなり、同時にパワーポップの結出した例と考えられる素材を生み出した。こうしたスタイルを、ジョン・ボラックやロブ・ジョバノビッチらが現代批評で言及している。 ビッグスター第一期は1974年に終わったが、このバンドは1980年代にカルト人気を獲得し、新たな演奏者たちが初期の素材の重要性を認識するようになった。REM のピーターバックは、まだ我々は、リボルバー、強くのハイウェイ61、メインストリートのならずものそしてビッグスターのサードアルバムに並ぶような、 優れたレコードを作っていないと認めている。しかしチルトンは1992年のインタビューで人々がビッグスターをもてはやすので常に驚いています。その人たちはビッグスターがこれまでで最高のロックンドールアルバムの一部を作ったと言っています。彼らは間違っていると私は言っておきますと語った。2014年ポール・スタンレーは 初期のキッスに影響を与えたものとして、ラズベリーズとスモールフェイススの他ビッグスターを挙げている。複数の批評家は、ビッグスター第一期のアルバム3作品を、後世のミュージシャンへの多大な影響として、挙げ続けている。ローリングストーン氏は、ビッグスターが、1970年代後半のパワーポップ復興から世紀末のウルタナティブロックや2000年以降のインディーロックに至るまで、 後世のロッカーに絶えず触発を与え続けた独創的な作品を生み出したと述べている。オールミュージックの音楽評論家、ジェイソン・アンクニーは、ビッグスターをロックンロールの全てにおいて最も神秘的かつ影響力のあるカルトグループの一つ、大西洋両側におけるインディーズバンドの次世代への影響は、ベルベット・アンダーグラウンドのそれをも上回ると判定し、中でもセカンドアルバムの ラジオシティを彼らの傑作だと解説している。1992年にサードシスター・ラバーズを再販してベルの死後コンピレーションをリリースしたライコディスクがこのバンドへの関心をさらに高めた。ローリングストーン氏は第一期のアルバム3作品をオールタイム・グレーテスト・アルバム500に入れたほかセプテンバー・ガールズ・サーティーンをオールタイム・グレーテスト・ソング500に入れた。 R.E.M. やザ・ポージーズの他にも、ティーン・エイジ・ファンクラブ、ディプレイスメンツ、プライマル・スクリーム、ザ・ D.B.S. が触発を受けたとして、ビッグスターを挙げており、ゲームセオリー、マッシュー・スウィート、ベルベット・クラッシュなどのバンドに影響を与えたことも認識されている。アルバムライブ・アルバムコンピレーションビッグ、スターズ・サードビッグスタービッグスターズ・サード。ありがとうございます。